結構回る漫画、少し視界がめっちゃ広くなった。軽いですね、めっちゃこう動かしやすい。後ろめっちゃ行くみたいな感じで最初ブキブキってすごい言うからびっくりしたんですけど、でも今動いたりしてみたら肩と首凝ってたんですけど、重かったんですよ、ずっとずっと重かったんですけど、めっちゃ軽いなって感じで動きやすいです。こんにちは。こんにちは。じゃ今から施術をしていきたいんですけども、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。ずっと中学生ぐらいの頃から肩こりとかがひどくって、それでたまに頭痛したりとかっていうのが症状でありました。肩こりが辛い。中学生の時から？中学生14、5歳とか。ああ、長いですね。じゃあちなみに肩左右どちらが辛いっていうのはありますか？基本的に左の方が。左の方が。頭痛もたまにってどれぐらいの頻度で出たりしますか？月に 1、2回とかですか？最近は出ましたか？最近は2週間ぐらい前に出ました。あー、なるほど。なんかそろそろ出てきそうですね。そうです。 OK です。あと他にも症状とかってありますか？他に症状は、そうですね、肩こり、首とかもちょっとたまに凝ってたりとかっていうのはあります。かしこまりました。まあ、腰痛とかは特にないけど、まあ、首肩ですよね。OK です。じゃあまず動きの確認をしたいんですが、はい、できる範囲でいいので首ぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい。逆回してみてもらって、この時は痛みが出るとか突っ張る感じとかそういうのいかがでしょうか？あ、でも後ろ回った時にちょっとピキって感じですね。ちょっとピキって感じしますか？ピキって。OK です。じゃあ今度横向きになっていただいて、はい、ゆっくりでいいので首を下向き上向きってやってみましょうか。この時は突っ張る感じとか痛み出るとかそういうのはいかがでしょうか？はそこまでは大丈夫ですかね。です。 OK です。じゃあ今から全部見ていきますので、はい、横のベッドに移動お願いします。はい。ゆっくりと右向きます。楽にしてだらーと、そのままですね、肩の力もだらー、ゆっくり左向いてもらってそのままだらーと、一度座りましょうか。足を伸ばしたまま座りください、はい、胸を張っていただいて後ろにもたれてきてもらってもいいですか？下向いたまま首の後ろ、ここで両手を組んでください。指と指をしっかりと結んでおいてもらって下向きます。でこのままですね、脇閉じてここから胸を張ってもらっていいですか？後ろにもたれましょう。でもう少しもたれて脇閉じて顎を引いて、もう一度ゆっくりもたれます。で背中丸めてもらってもたれて、もう一度背中丸めてもらって大きく息を吸って、はい、吐きましょう。手を押しましょう。下向いたまま楽にしておいてください。これさっきと同じように首ぐるっと回してみてもらった感じいかがでしょうか？あ、回した時のピキっていう痛みがあんまりないです。下の首向きはいかがですか？軽いです、めっちゃ軽くなってますか？よかったよかった。左手をもらいます。手を上げてから腕の力だらーっと楽にしておいてください。手を後ろに回しておいてもらってゆっくりと後ろにもたれます。向きでお願いします、はい、右手をもらいます。一旦腕の力だらーと楽にしておいてもらってです、ね、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふーっと
右手を後ろに回していただいて、ゆっくりと後ろにもたれます。握ってもらいます。楽にしておいてもらって、だらーんと。開いてもらいますね。楽にしてだらーん。
はいですよ、ゆっくりと起き上がってください。はい、全部施術が終わりましたけども、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？大丈夫でした。痛くはなかったですか？痛くなかったですね。よかったよかった。じゃあまた動きの確認をしたいんですが、はい、また首できる範囲でいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい、逆回してみてもらって、今首は動かしてみた感じいかがでしょうか？結構回る。少し視界がめっちゃ広くなった感じがしますね。よかったよかった。可動範囲上がったかなっていう感じですかね。じゃあ今度横向きになっていただいて、ゆっくりとね、首を下向き上向きってやってみましょうか。首は動かした感じ今いかがでしょうか？軽いですね。めっちゃこう動かしやすい。後ろめっちゃ行くみたいな感じで。なるほど、よかったよかった。今日施術を受けられてなんですけども、全体的な感想っていかがでしょうか？なんか最初ブキブキってすごい言うからびっくりしたんですけど、うん、でも今こうやって立って動いたりしてみたら、肩と首凝ってたんですけどめっちゃ軽いなとか、重かったんですよ、ずっと、うん、ずっと重かったんですけど、うん、めっちゃ軽いなって感じで動きやすいです。あ、よかったよかった。ちなみに施術する前の、はい、重たさとかしんどさが10割としたら、今何割ぐらい残ってる感じってありますか？2、3割とかですかね。めちゃくちゃいいですね。よかったよかった。じゃあ今日は一旦ね、ここまでにしておきますので、はい、これで一度様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございました。